いや強くないかこの武器。おお、いい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 、ダメなのではこれ、もしかして回転率を回さないと。どんどんどん、はい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 、そうなんだよ、むしろ CO のクオリティの高さを実感してる。まあほんとね、こういう別の FPS やるとやっぱ大手のその FPS エペとか COD もそうだけど、特に COD のキャラコンの良さとかクオリティってあれめちゃくちゃ高いんだなって思うよ本当に。実感する、やっぱ別ゲーやってあんな操作しやすいゲームなかなかないよ。しかもサーバー落ちほぼしないしね、 COD することめったにないよね。サーバー落ちした。おい、いいて、いいて、あの、霊をあげなくて、今ここで。OK? ドム下またね。移動式ドム氏、行きます。移動式ドム氏。やードーン、いや、これやばいよな、マジで。おい、あの、エペのドームシールドだもん、完全に。しかも移動できるっていうね。アホやわ、これは。あはー。あ、弾なくなった。いやーこの武器むず。 OK、 このキャラクターだったら一人でいけるんです。はい、移動式ドームシード。はい、ほらほら入ってこいよ。はい。おいおい、入れまい。いや、もう切れる切れる。うわ。あ、EMP でウルトが使えない。オッケー、無敵やで、俺今は。おいおい、いらっしゃい、いらっしゃい。入ってきていいよ。入ってきてもいいよ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。もうすぐ切れるな。はい、どうぞ、どうぞ。コントローラーの操作性はあんま良くない。よし、ガンガン行きましょう。なんかおるな。しかも倒せてなくない？オッケー。うわー、なー、よかったな今の。ディフラグしておいてセンター回復できるかな。全然体力が回復できないんだけど。で、これ結局言うと COD のあのコントロールやから、もうファコでしょ。オッケー。はい、シールド強ーい。シールドゲーっすねー。なんも見えないけど。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。おー、あ、どう？ MP5 も悪くないね。はい、何連続キルですかこれ、今。はい、はい、はい、はい。うわ、やばい、これは死ぬ。行くぞ、移動ドブシ展開。うん、あーな、うわ、15連続で終わっちゃった。今回は、強すぎーこのキャラ。今回は MP7 ちゃんでございます。いや強くないかこの武器。おお、いい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 、ダメなのではこれ、もしかして。キャラ武器調整絶対必要ですねこれは。おお、回復回復回復で一瞬で120と、このゲームね、なんかまだコントローラーの調整はちゃんとできてないらしくて、最適化、うん、正直操作性は良くはない。まだまだ調整いるなーって感じはするんだけど。よいしょ。うわ、惜しい。ウルト使っちゃおうか。もったいないね、こう、取っとくの。回転率を回さないと。
どん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 、はい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 、で敵こっちはキー、はい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 、フラッシュ、おい、3、2、1、5、いなかったけど、でも多分この裏取りめちゃくちゃ刺さると思う。はいはい、オッケー、で正面まだまだ来るねこれ多分。そう、ワンダウン、2段目、弾がなくなってきた。この辺でちょっと頂戴しようかな。いや厳しい、弾がない。そういえばキャラコンでこのスライディングジャンプをずっと繰り返すことによってこんなキャラコンがそういえば発見されてるんだけど、まあやっぱりね、何かしらキャラコン見つかるだろうなと思ったけど、思ったより早かったですね。スライディングっていうものがある時点でいつかは絶対見つ出るんだよな、こういうキャラコンが。はい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 、ちなみに僕黒持ちでやってるけどこれめちゃくちゃ指疲れます。なんか COD とかこう斜めの入力も結構滑らかに入るけど、このゲームはなんか大まかにこう十字の入力方法が方向があって、なんかそれ以外の斜めの入力はあんまりこう綺麗に反応しないというか、そんな感じです。言葉に表したけど大丈夫か、伝わるかなこの感覚。今僕の真下おったな。オッケー、いいね、このよし、このエリア丸見えすぎてエリア入れないでしょこんなね。オッケー、はい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 、で初期っぽに戻った感じかなこれ。敵にレーダーで位置がバレてる。おお、46キル、 136.46キルか。リードしてんの分かってた。こっちはキーなのかどっちだ。うわーマジで、オッケーもらった。うわー止まらねー、待って、あーさすがに55キル。うわーどうだーこの試合。ちなみにこのゲーム一応開発者曰く夏、今年の夏を目標にリリースする予定らしいけど、どうなんだろう。正直もうちょっとリリース時間かかりそうな感じはある。こんな面白いクローズドベータ やらせて待たせるのはちょっとって待ちたくないですって。 OK、 ビルト使って体力200ヒルしていくよ。もう敵正面からずっと来ると思うから、もう倒して倒して、うわー殴りたかったけど、な何食らったんだ、ショットガンかな。 OK、 SMG は多分ねこのね下の通路をうまく使うことがめちゃくちゃ重要になってくるんではないですか。なんか今のキャラモーションもなんかおかしくなかった。うわー使われた。あ、もうあれ、ウルト使われたらもう戦えないな。やめよう。うわ、湧くんか、ここ。うわぁ !82 キル。これ100キルあるかな？いや、行こう。100キル行こう、これ。てか。で、多分奥で湧いてる。多分ずっと正面来るわ、これ。これなんとかウルト使って耐えようか。 OK、 まだ来ると思う。これは変に前出なくていいんじゃないかなと思ったけど、このゲームね操作性良くなったらほんと面白いぞ。やっぱり今の時代こういうアリーナ系ガンガン動ける FPS でね、無料なのないからさ、まあ、最近の若い層に
このゲームが刺さるのか分かんないけど、COD おじさんには刺さってるよね。もし、あと、BF とかの人もやってほしいな。死ぬ。OK。やっぱりこのゲーム基本的にしっかり覗いた方がいいですね。硬すぎ。わあ、96キル?もう100キルいくぞ。いいね、クローズドベータ期間中に。100キル出せてよかった。まあまだ出してないけどね。まだ出してないけど。油断したらあかん。100キルいった !OK! よし、あとはもう勝つだけだ。ごめん、ちょっとキル中止しましたけど。はいはい。さあ、下から。はい、こんにちは。ラッシュ当たったかな?脇どうなってんだろう。うーわ、105キルこれ。わあ、でも時間がないか。時間あったらどれぐらいいってたかな。150キロぐらいワンチャン。キルストないのにこんだけキル数出せるのは結構すごいんじゃないでしょうか。というわけで105キル達成というわけで、よかったよかった。で、今日4月17日なんだけど、18からちょっとね、アメリカに仕事で出張で何日か行ってくるので、多分ベータの動画上げられるの今日が最後かもしれない。もしかしたら帰ってきてちょろっとね、まだベータがやってたらできるけど、一旦お疲れ様でした。というわけで皆さん、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。